はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、サムネにもある通り焚き火台のねご紹介動画になるんですけれども、先日もね焚き火台の比較動画 Amazon で見つけたね、人気ナンバーワンカラーなんて言ってねご紹介したばかりなんですけれども、そのね動画を公開した後にね、また焚き火台の方をポチってしまいまして、ちょうどね届きましたので、皆さんと一緒にね今日は開封していきたいなと思っております。今日ねご紹介する焚き火台なんですけれども、早速こちらです。まだね開けていないんですが、コンセプトがねすごく面白くて使ってみたくてね、ついつい買ってしまったんですけれども、前置きね喋っててもしょうがないので、早速ね開けて見ていきましょう。では早速ね開けていきます。じゃーん、こっから開けれるか、ここから開けてみましょう。よいしょ、切り取り線が綺麗に取れない。じゃーん、おだいぶコンパクトですね。こんな感じで包装されておりまして、これがねもう袋ですね、収納袋がついてるみたいですね。サイズの方めちゃくちゃちっちゃくないですか、収納サイズ。これ測っておきましょう。収納サイズがですね、まずこの横幅がちょうどね、ケースの方が大きいんですけど、本体自体はこの辺からなんで約30センチ、そして幅がですね約15センチ、厚さはですねどんぐらい、 5,6 ミリぐらいの厚さですかね、の収納サイズの焚き火台になっております。こんなねトートっぽいね袋に入ってます。早速ね中身の方出していこうと思います。いきます。じゃーん、こんな感じのねパーツが入っておりまして、今日ねご紹介する焚き火台はこちらです。ゼンプロダクツさんのネハンというね焚き火台になっております。こちらがですね、どんなコンセプトの焚き火台かと言いますと、焚き火台ってこの火床の部分がねいろんな形あるじゃないですか。こう湾曲していてピコグリルみたいにね、横にこう薪をね基本的にくべていくタイプの焚き火台があったり、ファイヤーディスクみたいにねこう円状になっていて、こうお椀型みたいにこういう風になってるね焚き火台とか、いろんな形のね焚き火台があると思うんですけれども、火床は基本的に平らじゃないと思うんですよ。今回このご紹介するゼンプロダクツさんのネハンに関しては、なんとねこの薪を置く部分が、火床の部分が平らなんですよ。なかなかこういうコンセプトの焚き火台ってないと思うんですけど、このねネハンっていうのが高機能な焚き火台ね、上にねいろいろとこう五徳がねいろんな高さでできたりとか、今ねいろんな流行りの焚き火台あると思うんですけども、それとは対極のロースタイルの直火ライクな焚き火台になってます。火床がフラットになることによって、薪をね直火と同じようにいろんな形で組むことができるというね、直火をねやりたいけどできないから直火みたいに使える焚き火台というのがねコンセプトになってるみたいです。そして重さがねこれ全部で 770g になってまして、組み立ての方ねちらっとね動画を見たんですけど、どうだったっけな、パーツがですね、足のパーツがこのように5点あります。そしてこれがね火床のパーツです。このような火床になります。全部でパーツが7点のねパーツで構成されている焚き火台になってます。ではね早速これ組み立てていこうと思うんですけれども、組み立て方がですねどうだったかな、こう足だったかな、このようにこのね足の部分、これはね3つ同じ形になってると思いますので、そうですね同じ形ですね、このように同じ形になってます。こちらにですね、このもう一つの足のパーツというのをこのように組みます。このように組んであげて、もう片方こちらも反対側に組んであげて、でこれが
真ん中かな、これがここに確か入るんだと思うんですけど、この真ん中にこのもう一本の足がこのように入って、これでね足が完成しました。でね、足が組み終わったらこの火床の方をですね、ここのねこの隙間のところにはめてあげるんですけども、こう片側をね入れてあげたら、少しねこの火床を逆からの方がいいかな、この、ね、手前側を先に入れたとするならば、このねこちら側を少しねこの湾曲させてあげながらこうはめてあげる感じですね。少しこのね火床自体をこうね曲げて、ちょっと曲げてあげて、この隙間に入れてあげる感じになるみたいですね。ここにこのようにこういう風に入れてあげます。でもう一枚ね同じパーツがありますので、こちらもこのように入れたらですね、ここによいしょ、こんな感じでね組んであげると、これでね焚き火台の方が完成しました。完成したサイズがですね、こちら縦横 29.5×29.5、 高さの方が約8センチのね高さになってます。このようにねスリットが開いてますので、下にね灰とかは落ちてしまうんで、必ずねシートとかは敷いてにはなりますけれども、先ほどお伝えした通りですね、ここの火床が見ていただいた通りですね、このようにフラットになってますので、この上にですね薪を自由に組むことができます。どのようにこういうね今細かい薪しかないのでこんな感じになっちゃいますけども、こう鋳型に組んでもいいですし、もしくはねもうちょっとねこう短い薪じゃないと難しいかもしれないですけど、こうハの字型に組んで、この上にねクッカーなんかを直接乗せて直火調理をしたりとかですね、いろんなねこのフラットな形状だからゆえのいろんな薪の組み方でね、この焚き火台で遊ぶことができます。上にもちろんね炭なんかもね乗せて運用することもできるみたいですし、調理をするときにですねトライポットとかこういった形状のですね上に乗せられる五徳とかいろいろとね販売されていると思いますので、そういったものを利用しながらですね焚き火の方を自分好みにね直火に近い形で楽しむことができるというコンセプトの焚き火台になっております。これね非常にこの真ん中足がここここここそしてこの横に2本ね入ってますんで、この真ん中の部分にも足があってしっかりとこの火床をね支えてくれているので、かなりね重いものもね乗せても大丈夫なんじゃないかなと思います。焚き火をね始める前なんかはちょっとしたねテーブル代わりに使いながら、さて夕方で寒くなってきたし焚き火を始めようかななんて言ったらですね、このように薪を乗せて焚き火を楽しみながらですね、焚き火置き火をこの辺に溜めたら、この辺にちょっとねなんか置いてクッカーを置いて保温したりとか、直接ねこの薪の上にもしくは置き火の上とかにねクッカーを乗せて直火調理するもよしね、何か他のものと組み合わせてね調理をするもよしということで、焚き火をね十分に楽しめることがねできる焚き火台なんじゃないかなと思います。収納サイズもね冒頭見ていただいた通り非常にねコンパクトに収納できますので、バックパックとかでねキャンプに行かれる方なんかでもバックパック背中の部分とかにね差し込んで持っていくこともできると思いますので、これでね直火に近い感覚でね焚き火の方をね楽しんでいきたいなと思っています。ちなみにこちらの涅槃なんですけれども、今回ですね私セールで購入させていただいたんですが、なんともうね再販しないらしいんですよ。なんで今日ね動画をね撮るかどうか正直迷ったんですけれども、ただね非常に面白いコンセプトだったので、また新たにねまたこれ自体はね廃盤になってしまうようなんですけども、またねちょっと違う形のものでね復活するかもしれませんので、それを見越してねこんなコンセプトの焚き火台があったよということで、皆さんにもぜひ知っていただきたくて動画の方撮影してみました。概要欄にねこちらの涅槃のねページ貼っておきますので、今後ねまた全プロダクツさんの新しいね商品の方を楽しみにねしていきたいなと思っております。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。